ということで、その時の模様をご覧ください。はい、というわけでダルクの写真撮影が行われているスタジオに遊びに来ちゃいました。わお、あ、星子さんだ。あ、星子さん、どうも、久しぶりです。あれ、今日何しに来たの？今日はだってほら、うん、写真撮影を見に来たんですけれどもね。何の写真撮影なんですか？いいとこついてますね、うん、ほら、こちらにいるじゃないですか。あ、アートディレクターのロイさんと、はい、もう一人、あれ、どっかで見たい。アシスタントの鉄道といいますです。なんかね、誰かみたいな顔が、うん、顔だなっていう感じがするんですけど、誰かに似てるんですけどね。ところで星子さん、はい、今日の撮影は何の撮影なんですか？それはですね、はい、ハイドにまずは聞いてください。はい、ということで撮影が終わったばかりのハイドさんにインタビューしてみたいと思います。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ撮影に入ってらっしゃいますね。いえ、とんでもない。いやー、ね、でもなかなかこうエロティックなものを感じてしまいましたけれども。あ、そうですか。はい、溜まってるんじゃないですか？いや、すごく、でもね、こうなんかスーヒュッと入ってらっしゃいましたよね。そうですかね。ああ、なんかこう今まだスタジオの雰囲気がそういう感じがしますけどね。そうですね。いや、謎の多い方ですけれどもね。ハイドさん、質問していいですか？はい。この撮影は何のための撮影なんですか？これはね、はい、パスポートが期限切れなんで。証明写真を。もう本当にそうなんですか？え、本当です。証明写真でこんな、なんかこう肌をね、こう、シャツこうやったりとかしますか？やっぱしないですかね。いや、しないと思いますけれどもね。実はね、うん、カレンダーをね、出すんですよ。カレンダー、ええ、のための撮影なんですか？教えてくださいよね。はい、はい、そうです。カレンダー、どんなカレンダーなんですか？なんか証明写真。なんかね、はい、いやらしい、いやらしいか、はだけた、ええ、なんかこの後はなかなか教えてくださりそうもないので、あとはケンちゃんに聞いてみたいと思います。ってことでケンちゃんです。どうもどうも。ケンちゃん、流し目やってください。いや、もう寝起きから寝起きからなんで。、で、ケンちゃん、どんなカレンダーなんですか？あ、どんなか、日めくり。日めくりのカレンダー。そうそうそう。え、日めくりに写真がつきますか？いや、違うんですよ。猫の日めくりのカレンダーを今、ラルクで作ってるんですよ。あ、そんな、そう、じゃあ何のための撮影なんですか？自分たちを。いやいや、だから好きな猫を連れて行って撮影するんですよ。うん、だからこういう猫柄なんですか？いや、違うんですよ、これ。これはヒョウ。ヒョウ。すいません、あ、そうですか。そうなんですよ。ちょっと真面目に教えてください。いや、本当はですね、うん、まあ普通なんですか？普通でいいんですか、この撮影は？普通のカレンダー、普通のカレンダー、普通のカレンダーでいい。普通のカレンダーを撮ってみますよ。で、何変わったポーズとかしたの？ケンちゃんはどんなポーズしてるんですか？俺はね、うん、ちょっとやってみてください。俺は普通ですよ。もういつもの撮影通り。普通。寝てるだけじゃない。違うんだけど。ちゃんとやってます。ああ、普通のカレンダーってことは1月があって2月があってっていう風な。そう、そういう感じ。じゃあだって12人いなきゃならないじゃないですか。いや、それはなんとこういろいろバリエーションがあって。けど、うん、そう、え、うん、2ヶ月ごと、そうそう、2ヶ月ごとに。人が変わるってことで。そう。で、表紙がついて、うん。これ初めてのカレンダーなんですよね。そうですね。うん、どうですか、カレンダーやった気分は？カレンダーやった気分は、うん、まだワンカットしか終わってないんですよ、実は。それで今ぐっすり寝てたところ、ケンさん、起きてください。起きてください。撮影しながら寝てたんですよね。そうそう。ねえ。だからまだ全てはわかんないけど、うん、まあいい。良さそうになりそうな気配はありつつ。すごいですね、ケ
ケンちゃんとは寝てる間にカレンダーができてしまうということですからね。じゃあね、もう一つはなんか謎があるっていうふうに聞いたんですけれども、そっちの方教えてくれないかな。それはさくらに聞いてください。さくらさん、さくらに、はい、じゃあ最後に流し目お願いします。ケンちゃんでした。はい、ということでさくらさんです。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも初めまして、桜沢康典です。はい、で桜さん、いきなりもうポイントに入っちゃうと走っちゃうんですけれども、はい、もう一つの謎って何ですか。謎っていうのは何ですか。ちょっと歯車がないでください。何が。いや、だってほらケンちゃんがあのもう一つの謎は桜に聞いてくれって言う。ああ、じゃあ衝撃の事実。はい、ガガン、はい、アルバム発売。アルバムって何これ。え、これはい、こちらの方も皆さん持ってらっしゃいますね。じゃなくてじゃなくて、うん、ほらもう一つなんかもう一つのものが、カレンダーはもう聞いたもの、うん、なんかものでカレンダーなんかも、もので、もの、もの、なんだろうね。もうなかなかこう、じゃあ別の質問聞いちゃっていいですか。さくらさんって黒い洋服何着持ってらっしゃるんですか。いっぱいや、いっぱいや。え、いっぱい、うん、唯一黒だけに染まってないもの持ってる。パンツ。え、パンツも黒じゃないんですか。黒いパンツだったらかなりエロ入っちゃってるやばいじゃない。え、じゃあパンツは何色なんですか。いろいろある。いろいろ。あ、でも今日黒だ。今日はエロなんだ。あ、そうなんですか。じゃあ何色のパンツをいつもあの好きで履いてるんですか。いや、好きっていうか結構いろいろバラエティに飛んでる。バラエティ。トランクスですか、ブリーフですか。トランクス。じゃあ今日黒のトランクス履いてるんですか。うん、昔ね、ほらあの俺ね、あのブドゥーがかったから。え、ブドゥーか、ブドウかね。だからそういうのとかパンツ履かないでしょ。履かないで、長い長い。でそういうので癖ついちゃってるから、こうちょっとフリーな状態じゃないんだ。あー、フリーな状態で、でクリスマスボックスだっけ。そうそうそう、そう、出るの。はあ、ね、どんなクリスマスボックス。ねえ、なんだろうね。続く、ケツに聞いて。はい、ということでテツさんにクリスマスボックスについて聞いてみたいと思います。どうもどうもどうも、お疲れ様でした。テツさん、ちょっと遊んでないでくださいよ。あの何なんですかこれは。これマイカーです。マイカーって、これテツさんどっかで買ってきたんですか。買ってきましたよ。これもしかして自分で作ったとか。そう、新車。テツさん、こういうプラモデルとか好きなんですか。好きです。へえ。なんかね、髪の毛も染まって、うん、うん、これ何の心境の変化かなんかですか。そうですね、うん、怒りを表そうと。ああ、髪の毛の色で。何に対して怒ってるんですか。マネージャーの佐々木。テツさん、クリスマスボックスについて教えてください。何なんでしょうか、クリスマスボックスっていうのは。あのね、うん、靴下つっとくんでしたっけ。ちょっと何を言ってるんですか。靴下を、靴下つっとくんじゃねえや、はい、枕元に置いとくんですよね。あ、靴下を。それクリスマスソックスじゃないですか、それは。え、クリスマスボックスって、だってさっき私はさくらさんからクリスマスボックスっていうのがもうすぐ出て、でそれでそれはテツさんに聞いてくれって言われたんですけど。いや、それよりね、サンタさんに聞いてください。もうクリスマスボックスとは何なんでしょうか、教えてください。いや、あのね、いい子にしてる人にだけサンタさんがね、うん、届けてくれるんです。ほら、もうみんないい子にしてるじゃないですかね。みんながいい子にしてるんで教えてください。僕たちの水着の写真集、はい、本当ですか。写真集、クリスマス。そう、水着、うん、ああ、どんな水着着てらっしゃるんですか。あのね、競泳用の。本当に。で泳ぎ疲れて、うん、もう体だるくて、うん、そう、
明らかに嘘をついてるっていうのが分かる表情でおっしゃってますけども、クリスマスボクサーは何なんでしょうか。本当ですよ、うん、で水着の写真集、水着の写真集、いやなんかもしかしてなんかこういろいろとなんかこうクリスマスボックスってなんかオルゴール版のなんか CD が入ってるとか、なんかそうらしいですね、うん、なんか一言みたいですね、一言なんですよクリスマスボックスっていうのは水着の写真集と他には他はかなあれですよ、うん、ヘアヌード皆さんもうちょっといい子にしてください。そしたら教えてくれると思いますので、もうじゃあ最後にカメラに向かってクリスマスボックスを説明してあげてください。知らないんですよあんまり